住所。住所、住所、A、アドレスとは、各人の住所の決定の基準には、本籍や住民登録といった、形式上の条件を基準として、住所を定める、形式主義と、各人が実質的に生活の中心としている場所を住所とする、実質主義がある。日本の旧民法人事編262条は、形式主義を採用していた。 本籍地を民法上の住所としていた。これに対してフランス民法などは実質主義を採用している。現行の日本の民法も各人の生活の本拠そのものの住所とするとして実質主義を採用している。住民基本台帳法旧住民登録法では各人は転居届や転入届を提出する際に住所を届け出るものとされており、 住民基本台帳法第22条第23条各人の住所は住民基本台帳に記載されること,となる住民基本台帳法第7条第7号ただし住民票の記載、少女、修正などは各人の届けでまたは市町村長等の職権で行うものとされている住民基本台帳法第8条ため現実には 届け出などにより住民票に記載された場所と実質的に生活の本拠となっている場所、民法上の住所とが一致しない場合がある。したがって、住民基本台帳法9、旧住民登録法による住民票の住所は民法上の住所との関係では、ただ事実推測のため一応の資料となりうるに過ぎないものと考えられている。判例も、転出届の事実があっても、 実質的な生活の本拠の移転がなければ、民法上の住所が移転したものとすることはできないとしている。再判1997年8月25日、判例時報1616 16号52ページ。ドイツ、スイス、フランスなどでは、法定住所と任意住所を法律で規定している。任意住所を原則としつつ、ある場所に居住している事実だけでなく、 恒常的に居住する意思があることを基準にした法住所の概念を設けている。これに対して日本ではこれらの国々のような法定住所の概念は設けられていない。民法上の住所である生活の本拠の意味をめぐっては定住事実のみで足りるとする客観説と定住事実のほか定住意思が必要であるとする主観説の対立がある。通説は客観説をとっている。 住所の個数については、複数の場所を生活の本拠としている場合には、それぞれが民法上の住所となるする複数説、法律関係基準説と単数説、単一説がある。大正時代までは単数説が通説であったが、次第に複数説が優勢となり、第二次世界大戦後には複数説が通説となった。ただ、最高裁はおよそ法令において、 人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の自由のない限り、その住所とは、各人の生活の本拠を指すものと解するを相当しており、公職選挙法上の住所についても、就学のため、親元を離れて居住する学生の住所はその量、または下宿などの所在地にあるとしている。 再反省29.1020民衆8.101907。なお、会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされる、会社法4条。日本の民法では、住所の他に、居所と仮住所という概念も定めている。また、転居しなくても、居住する地域に住居表示が導入されたり、市町村合併や旧町応名復活などにより、 行政上の地名が変わったりして、住所表記が変更される場合がある。一方、イギリスなど、英米法上の住所概念である、ドミサイル、ドミサイルは、一つの独立した法体系が適用される地域的単位を意味するもので、英米法に特有の住所概念となっている。住所の認定要件は法域により異なるため、法の管轄を定める国際司法において、 住所地を連結点とするのは適当ではないという問題意識があった。そこで、人がある程度長期間にわたって常時居住している場所を指す常居所という概念が採用されるに至っている。欧米の都市における住所表記は通りなと番地で成り立っている。欧米での住所表記は大通りや川を基準に奇数、偶数の番号を割り振り。 基準から離れるほど数字が増えていく、ストリート方式のアンバリングが主流である。非、偶数の割り振りの傾向としては、西ヨーロッパでは、進行方向に対して、左側に奇数が割り振られる国が多く、東ヨーロッパやロシアでは右側に奇数が割り振られる国が多い。アメリカの場合、通りが交差する地点から100、200、300と、 切りのいい数字に繰り上げる特徴がある。世界のほとんどの地域では、受取人名地番名通りな都市、町、村名、州、県、軍名、国名といった順に住所を記載する。日本や韓国、中華圏、ハンガリーでは逆の順番となる。日本では、元は一筆だった土地が分譲されるなどした結果、行政上は、 同じ住所に複数の建物が存在する地域もある。岐阜市の例では約250件の住宅が同じ住所を共有している。住民は非公式な通商地名を併用するなどしてきたが、郵便物、宅配便の誤配、救急車や消防車の到着遅れなどの懸念があるとして、総務省と協議して住居表示導入により解消を進めている。 住所のない地域も存在する。フランスの首都パリの番地の並び方には規則性があり、セーヌ川に並行する通りでは流水方向に従って番地が振られ、セーヌ川に直行する通りでは川の近くから遠い方へ番地が振られている。イギリスの首都ロンドンの番地は1735年頃に住宅の識別のために導入されて、以降整備された。 アメリカ合衆国の住所は番号イの名もしあればアパートなどの番号都市名集2文字の略語 ZIP コードの順に書かれる。アフガニスタンの首都カブールの多くの場所に住所が存在せず配達は地元の人に道を聞き届けている。2013年住所制度の導入のため合意が結ばれた。日本における住所は 大きな区分から細かい区分の順序で表記される。細かい区分から大きな区分へと表記していく、欧米式とは逆の順序になる。住居表示に関する法律により住居表示を実施している区域では、その住居表示を用い、それ以外の区域では地盤を用いて表記される。長、字は、大技、字、町などといった名称が用いられることが多い。また、 複数の階層区分を設けて、探し、川添町大技西港が、町が上位区分で、大技が回区分、青森市、大技滝沢座住吉、大技が上位区分で、字が回区分などと表記することもある。大技の回区分として、字が用いられる場合、特に、小字と称することがある。これらの階層区分の有無、名称などは、市町村合併や町、 アザ整理の過程で、各宿町村ごとに変遷してきたもので、全国的な統一基準や変遷の経緯が存在するわではない。その外、東北北部で用いられる、大地割や、北海道で用いられる、上町名、京都市の通り名、長崎県の内津島を除く地域で用いられる、面、郷、名、触れ、裏など、その地域独自の区分法も存在する。市街地では、 台東区、戦争四丁目のように、丁目という丁、あざく分が多い。そのため町を、長長と呼ぶ場合も多い。なお、長目に入る数字は、ほとんどの都道府県の国字で、関数字となっていることや、戦争四丁目もそうであるが、丁名そのものに丁目を含んでいるため、アラビア数字を用いて、四丁目などと表記するのは、正確な表記ないという考え方もある。しかし、 アラビア数字を用いた町長名表記は広く普及しており、公共施設の表示や市区町村の公式サイトにでも使用されている。なお、町名以降の部分を簡略に表記する場合は、対、ハイフンを用いる慣習がある。例えば、新宿区西新宿二丁目八番一号という住所は、新宿区西新宿二の八の一や、新宿区西新宿二丁目八十一と略されうる。 郵便においては、町目を含まない、町域名に対して郵便番号が割り当てられており、カスタマバーコードでは、町目をアラビア数字で抜き出すこと、町目以下の区切りは、ハイフンとすることとなっている。上記例では、東京都新宿区西新宿に対して160の0023が割り当てられているため、新宿区西新宿2丁目8番1号のカスタマバーコードは、 1600万232から8から1制御コードやチェックデジットを9となる。町、字はすべての地域に必ず定められているものではなく、市1 9 9 9番地といったように、市町村名の後に待ち、あざながなく、直接地盤を襲く域もある。例えば、ヤワタハマ市立武道館の住所は、愛媛県ヤワタハマ市487番地である。 北海道の上、長目がある地域の上と長目は一方が縦軸、他方が横軸を表す。両者の組み合わせで座標上の位置を示し、通常は共にアラビア数字で表記される。日本郵便の公式サイトでは上だけを関数字にして、丁目をアラビア数字にする表記が見受けられるため、これが正式な表記であると誤解されることがあるが、札幌市では 上と、丁目ともに、アラビア数字で表記するのが正式である。札幌市では、上と、丁目を省略して記載するのが一般的であり、南十八条西16城目2番1十六丁目二番一号という住所は南1、南一西四十六から二から一と略記される。平安系以来の長い歴史を持つ京都市の旧市街地においては、通り名を用いた独特の住所表記法がある。例えば、 京都市中京区、寺町2を池上る、上本の寺前町488番地というように、通り名の後ろに町名を表記するのが正式である。これらは京都市の住民基本台帳においても用いられている。また、京都市中京区、寺町2を池上るなどのように、町名、地盤を省略するのが、監修上通例である。これは、多数ある町名を覚えなくとも、 通り名さえ分かれば、場所を特定できるという利便性によるものである。また、例えば、京都市中京区油屋町など、異なる通りに、同一町名が存在する場合は、通り名がなければ、場所が特定できない。ただし、郵便番号は、別々に振り分けられているため、たこやくし通りの油屋町と柳の番場通りの油屋町では、番号が異なり、郵便物が配達されないということはない。 ネットショッピングやカーナビゲーションなどはこの通りなに対応していないものもあり、京都市在住者には戸惑いの声もある。長崎県の内陸両生下の非全国及び一国に属した地域では地名の末尾に付する独特の単位が複数存在する。旧平戸半領の内北松浦半島及び平戸島など本土に近接する島所部では、面、同じ平戸半に属した。 一国、一島では、農村集落で、触れ、漁村集落で、裏、旧大村半領及び旧福江半領では、豪、旧佐賀半領及び旧島原半領では、妙を伏する。住所表記における区分としては、大技の改区分であり、障子の上位区分、つまり大技と小技の中間区分に当たるが、いわゆる明治の大合併の際に、長崎県か、津島を除くでは、 多くの自治体が合併を行わず単独で、町村制を施行したため、大技が存在しない自治体が多数を占めた。また合併を実施した自治体についても、後に、ほとんどの自治体で大技の表示を廃止している。このため、面、号、名、触れ、裏が、上位区分、小字が、下位区分となる表記が一般的である。これらの単位の中には、 市町村合併などの過程で、町名設置の際に、区域ごと廃止されたり単位のみ削除されることが多いが、現在も市町村化の行政区画単位として一部の自治体で現存している。近代以降、日本では地盤を用いた住所の表示が用いられてきた。それは、基礎改正において、課税のために付けられた地盤を、住所の表示にも代用するというものである。 公術の住居表示に関する法律による住居表示が実施されていない地域では住所表示に地盤が用いられている。以上の地盤による住所の表示は広い土地を分泌すれば死亡、枝番号が増え、合筆すれば欠番が生じる上、区画整理、町村合併、河川改修による稼働変更、自治体の境界変更なども加わり、これらが繰り返されるうちに住宅地によっては 地盤では目的地にたどり着くことが難しいという事例も生じるようになった。同時に1964年の東京オリンピックまでに外国人にもわかりやすいような合理的な住所表示の方法を導入すべきとの機運も加わり、1962年に住居表示に関する法律が施行された。住居表示に関する法律による住居表示が実施された地域では外区方式、 または、道路方式による表示が用いられる。なお、地盤、住居表示を簡略化して表記する場合、対、ハイフンを用いる慣習がある。例えば、七番地球や七番九号は、七から九と略され得る。肩書きは、本来寄宿人が、だ、老方と、家主の名前を示したものを指すが、現在では、マンション103号室のように共同住宅の、 部屋番号も片書と呼ばれる。部屋番号を簡略に表記する場合、地盤、住居表示の後に、対、ハイフンで番号をつなげる慣習がある。日本では住所をコード化する体系が複数存在している。全国町アザファイルは、総務省の外郭団体である、地方公共団体情報システム機構が作成している住所のコードである。11桁からなる。 このうち、一桁目から五桁目の都道府県、市区郡町村を表す五桁のコードを、実住所コードという。実住所コードに検証数字一桁を六桁目に、加えたものを、全国地方公共団体コードという。運輸局で使われる住所のコード。小技のない地域では9桁、障子のある地域では12桁になる、自動車登録関係コード検索システム。 1>, 1から2桁目は、ほぼ都道府県に対応するが、北海道のみ50番から62番を使っており、1対1対応になっていない。国土地理協会と損害保険料率算出機構が主管する住所コード。日本において、Google マップなどの電子地図や住宅地図など詳細な地図を使えば、住所表記からその場所にどんな建物があるか知ることができる地域も多い。 公共施設や企業は、所在地やアクセスを積極的に開示していることが、通常であるが、個人ではプライバシーを重視して、自宅住所を知られたくないと考える傾向が強い。個人情報保護法では、住所や居所を含む連絡先は、保護対象に含まれる。このため通信販売や電子商取引において、商品を郵便局留めで受け取る購入者がいるほか、仲介、販売事業者も、 住所非開示を含めた匿名での売買を容認する制度を導入している。また Google ストリートビューでは住宅画像などの追加ぼかし処理依頼を受け付けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。